横井優は、名は、日本のフィギュアスケート選手。2015年全日本ジュニア選手権3位。2018年全日本ジュニア選手権優勝。愛知県名古屋市出身。名古屋市立南天白中学校。中京大学付属中京高等学校卒業。中京大学在学中。妹、木なケツもシングルスケーター。プロボクサーの。 田中恒成、アマチュアボクサーの田中陽明はいとこ。憧れの選手は鈴木明子。国和スポーツランドに所属し、同チームの先輩である鈴木に、表情や仕草が似ていることから、鈴木明子二世と言われている。2014年の JGP 目、テレハイでは、かつて鈴木が使用していた衣装を着て、演技を披露した。2012から13シーズン。 全日本ノービス選手権で6位、初の国際大会となった2013年、ガルデナスプリングズキのノービスクラスで2位入賞する。2013から14シーズン、全日本ジュニア選手権に出場し12位となる。2014から15シーズン、日本スケート連盟の強化指定選手に選ばれる。同シーズンより、ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP 目、テレハイに、 出場、6位となる。全日本ジュニア選手権では、SP で、ミスが、相次ぎ26位となり、FS に進出できずに終わる。2015から16シーズン、全日本ジュニア選手権で、樋口若葉、白岩優奈に次3位入賞を果たす。初出場となった全日本選手権では11位となる。2016から2017シーズン、 全日本ジュニアフィギュアスケート選手権で8位となる。2017から2018シーズン JGP リガハイに出場し5位に入る。全日本ジュニアフィギュアスケート選手権では SP7 位から巻き返し4位。全日本選手権で8位に入り初の世界ジュニア選手権への出場を決める。世界ジュニア選手権では SP、FS ともに自己ベストを更新し6位に入賞。 2018から2019シーズン、JGP ブラチスラバで6位、JGP アルメニアン杯月で3位。全日本ジュニアフィギュアスケート選手権では、悲願の初優勝を果たす。全日本選手権では7位に入る。2度目の出場となった世界ジュニア選手権では、SP18 位と大きく出遅れたが FS で、巻き返し9位に入った。アクセルを除く5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる。 コンビネーションでは、3回転フリップマイナス3回転トゥーループ、3回転ルッツマイナス3回転トゥーループ、3回転サルコーマイナス3回転トゥーループ、3回転トゥーループマイナス3回転トゥーループ、2回転半アクセルマイナス3回転トゥーループを成功させた。横井坪井が全日本ジュニア V フィギュア中京大、中京コンビ。 中日スポーツ2018年11月26日、フィギュアとボクシング横井姉妹と田中つねなりの関係。nikkanspoorts.com https://www.nikkansports.com コロンススララッッシシュュスラッシュスポーツスラッシュコロムスラッシュ we-love-sports スラッシュニューススラッシュ 2019110700210.html2020 年6月14日閲覧田中恒成なり、魔王流で。 国内最速プロ5戦目世界王者だ。スポーツ日本。http://www.sponichi.co.jp、er>、コロンススララッッシシュスラッシュバトルスラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ05スラッシュ26スラッシュ kiji スラッシュ k20150526010417100.html ハット。知ってる田中良明プロで。 企業達成の井上直也、弟、常成の陰で、天にこだわり続けたど、根性男。スポーツ放置。2021年8月3日閲覧。フィギュアスケート大特集。名古屋テレビ。http コロンスラッシュスラッシュ www.nagoiatv.com スラッシュ blogs スラッシュ supokeno2014?09。 A7-2597 樋口若葉が連覇ホンダマリンは6位フィギュア全日本ジュニアスポーツ日本 h t t p w w w s p o n i c h i c o j p s p o r t s n e w s 2 0 1 5 1 1 2 3 k i j i k 2 0 1 5 1 1 2 3 0 1 1 5 6 3 0 2 0 h t m l ありがとうございます。